それから3日目にガリラヤのカナという村で結婚式があり、イエスの母マリアが客として出席していました。イエスと弟子たちも招待されていました。ところが祝宴の最中だというのにブドウ酒が切れてしまったのです。マリアはそのことをイエスに知らせました。イエスは、今は関わりがないことです、お母さん、まだその時ではありません、とお答えになりました。マリアは手伝いの者たちに、この人の言う通りにしてください、と言いました。さて、そこには石の水瓶が6つありました。ユダヤ教の儀式に使う水瓶で、それぞれ80リットルから120リットルぐらい入るものです。イエスは手伝いの者たちに、さあ、口までいっぱい水を入れなさい、と指示なさいました。では、それを汲んで婚宴の世話役のところへ持って行きなさい。彼らは言われるままに持って行きました。宴会の世話役が試しに一口味わってみると、美味しいブドウ酒です。こんな上等の酒を一体どこから出してきたんだろう、と首をかしげました。もちろん手伝いの者たちは何もかも知っていました。そこで世話役は花婿を呼び出して言いました。これは極上のブドウ酒じゃないですか。あなたは素晴らしい方だ。大抵どこの家でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回って味がわからなくなると安物でごまかすものです。ところがあなたは一番上等なものを最後まで取っておかれたのですから。このガリラヤのカナでの奇跡は、イエスが神の力を公に示された最初のものでした。これを見て弟子たちはイエスを正真正銘のメシアと信じたのです。その結婚式の後、イエスは母や兄弟、弟子たちと一緒にカペナウムへ行き、数日間滞在されました。